ということでやっていきましょう。どうもラルございます。ということで今回はですね、スマホ版にゃんこライセンスをほわかの方でやっていこうかなと思うんですけれども、ちょっとですね、今ね逆流性食道炎っぽいんですけれども、なんか大丈夫そうなんで、とりあえずこのまま動画の方撮っていこうかなと思います。ということで今回ですね、やっていく内容に関してはこちらでございます。今回は狂乱の猫降臨の方ですね、やっていこうかなと思います。なんでこのタイミングにね、狂乱の猫やるのかっていうのもですね、今からお話ししていこうかなと思います。ということで今回ですね、狂乱の猫の方でですね、使っていく編成に関してはこちらでございます。まあ動画の方でね、何回かお披露目してるのかなとは思うんですけども、こちらのですね、まあ一度しか攻撃できない、キャラクターたちのね編成でやっていこうかなと思います。確かね、狂乱系でね、今まで挑戦したことがなかったんで、まあちょっと今回ね、まあ興味本位でやっていこうかなと思うので、よろしくお願いします。あの上の段に関してはですね、まあニャンコンボ要員なんで一切ね出しませんので、下のね4体だけしか出さないので、よろしくお願いします。ニャンコ法に関してはですね、まあ普通のニャンコ法で、大丈夫なのかなと思うんで、よろしくお願いします。なんでスロット名焼きおにぎりなんだろう、ちょっとこの辺よくわかんないけど、まあ好きなんだろうね、焼きおにぎり。さあということで早速ですね、挑戦していこうかなと思うんですけども、一応アイテムに関してはですね、スニャイパーの方ですね、一応ちょっと使わせてもらおうかなと思います。もしかしたらちょっとこれないと厳しいのかなって思うんで、まあちょっとやっていくんで、よろしくお願いします。では早速ですね、挑戦していきましょう。じゃあ暗黒憑依超激ムズいきましょう。久しん。さあということで挑戦していきましょう。でとりあえず今回ね、もしかしたらめちゃくちゃ時間かかるんじゃないのかなと思うんで、まあねちょっとね倍速でね送りながらもちょっとやっていこうかなと思うので、よろしくお願いします。ということで、まあ序盤の方はこんな感じでちょっとね、やってってもいいのかな。もう基本的にお財布ダメとかもう一切いらないんで、もうひたすらもうこのゴロニアンで多分ね攻撃していく感じかな。まあそんな感じかな。クリスタルビルダーとかは、あとはウィハースに関しては完全にちょっと、飾りなのかな。まあクリスタルに関してはちょっと場面場面でね、あれかな、どうだろう、まあ吹っ飛ばしたい時にちょっと出すっていう感じかな。ちょっとこのまま一旦様子見よう。下手に取り巻きにね、ちょっとね、ビルダーの方ね、ちょっと浴びせてしまうとあれなので、一旦これでどうでしょうか。これで吹っ飛ばしながらも、よしよしよし、こんな感じでちょっと様子見ていこう。どうしよう、スピードアップオンにしとこうかな。なんかこれ怪しいよね、これね。オッケーオッケー。スナイパーのおかげで結構、取り巻きのね、ちょっと取り巻き処理がめちゃくちゃいい感じになってるんで、よし、じゃあこのままちょっとやっていきましょうか。さあ、ということで。いや、どうだろうね。いけるかな？ちょっと不安だよ。なかなか不安だけれども。さあ、ということで。まあ、にゃんこ法とかも使えるものはどんどんちょっと駆使してやっていかないとね。もう本当にこれはね。押されたらちょっとまずいのかなって。もうただでさ、今でもちょっと若干怪しいところはあるんだけどね。どうだろう？これスピードアップオンにしてるとだいぶちょっとあれかな？怖えな。怖いけれども、とりあえずやっていきますぞ。さあ、ということで、あとドロンか。一応ね、ドロンに関しても、まあタイミング見てかな。まあ一応出せるときにガンガン出していきたいところなんだけど、どうだろう、こいつの劣化がうまくね、ハマってくれればいいんかなっていう感じがするんですけども、やばい。今のところちょっと微妙だね、これね。なんとも言えんけれども、どうしよう。いやー、ちょっとビルダーぶち込みたいんだけど、このタイミングでぶち込むとちょっと微妙。よし、オッケー。このタイミングかな。で、これとりあえず吹っ飛ばして、よしよしよし、うまくちょっと距離の方ですね。ちょっとこっちにね、引き付けると良くないんで、まあとりあえずこんな感じでやっていきましょう。もうひたすらもうこの作業で、ずーっとこの作業でやっていけば、もしかしたら光が見えてくるのかなと思います。いや、もういかにとりあえずドローンでね、この劣化でね、もう取り巻きとかをぶち込むかって感じじゃないかな。いや、主なダメージ源は本当にニャンコ法と、あとはこのボロニャンとか、その辺になってくるのかなっていう感じがするけど、よし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 、よし、こんな感じでガラ空きだとだいぶね、でかいんだよね。取り巻きがいるとちょっとね、もうちょっと単発攻撃には結構ね、ちょっとこれはきついんで、よし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 、オッケー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 、今のところは大丈夫そうだぞ。よし、よし、まあ、できれば本当にね、いや、半分以下まではちょっと抑えたいね、HP はね。で、どうしよう、負けたらどうしようかな。いや、本当にね、ちょっと負けて終わるのはちょっと嫌なんで、まあ、最悪負けたことは、負けたことで負けたらですね、一応コンデしてもいいのかな。まあ、あとはパーセンテージによるかなって感じがしますけれどもね。まあ、そんな感じで。やばい、ちょっとじわじわ攻められてきておりますけれども。いやー、どうだろうね、これ。これどうだろうね。よし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 。オッケー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 。ナイス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 。ドローンがいい感じだね。
さあ、ということで、まあ、ぶち込めるだけぶち込んでいきましょう。まだノックバック全然してないんでね。これがちょっと怪しいところ。もう今のうちひたすらもうこれで、もうぶち込むだけよ。よし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 。今ナンバーセブンまで来たのかな。その辺がちょっとなんとも言えないけど。よしよし。今のところ本当に取り巻きが全然来てないんでありがたいね。いや、これ今のところサービスタイムだよ。めちゃくちゃサービス。よし、来た。ついに一回ノックバックしたね。これはどうなんだろう、何パーセント削ったのかな。ちょっとその辺がなんともあれなんですけども、これは大きな一歩な気がしてます。はい、こっからだよ。このタイミングっていうか、この状態で多分一回ノックバックさせられたのは結構いいのかなと思うんで、あともう一回させられればもう本当にもう終わりが近づいてきてるのかなっていう感じで、よし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 、ドローンいいぞ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 、お前いいぞ、よし、なかなかいい戦いしてますね。こんなよくわかんない泥試合ね。いやー、これ、ね、結構この編成ね、気に入ってるのよ、この一度しか攻撃できないの。こういうのは結構ね、なんか地道なことやるのかで、大好きな俺にとってはね、結構たまらんのよ。めちゃくちゃたまらないんでね。いやー、もう本当にこれはもうめちゃくちゃ時間かかるぞ、これ。いやー、途中でなんか飽きてそうだけれどもね、ちょっとね、まあ、あと見てる皆様はちょっと飽きずに見てください。本当によろしくお願いします。さあ、ということで、ドローンもあともう少しで、もう何周回してるのかわかりませんけれどもね。まあ一応ね、ニャンコンボのね、研究力中と大が入ってるんで、それが結構、本当に助かってるのかなっていうところですね。まあそれがなければ結構、ちょっと厳しいのかなっていう感じでございます。はい、よし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 、いいよ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 。この位置、このポジションめちゃくちゃ大事よ。うん。こっからだよ、こっから。もう逆流性食道炎なんかもう知ったこっちゃねえぞ、もう。もう俺は、もういいんだよ、もう。太く短く生きられればいいんだよ。食道炎で死ぬか分からんけどね。うん。まあ、果たしてそれが食道炎なのか分かんないけど、なんかね、普通にね、胸が痛いのよ。うん。これもしかしたら別の病気かもしれませんけれども。まあ、とりあえずもう、頑張ります。はい。死んだらよろしくね、みたいな感じでよろしくお願いします。そろそろスピードアップの方もね、オンにしつつこれでやっていきましょうか。何分かかんだろうね。これ絶対看板娘出てきそうな気がするんだよね。これ絶対出てくるよね。あ、でもやばいか。スピードアップ使うと、おーし、オッケー !2 回目来たぞ、ノックバック。さあ、ということで、あともう1回で、これワンチャンいけるんじゃない？これもう1回いけば、これもしかしたら、いけるよね。確か3回とかじゃなかった。3回か4回か。どっちかだった気がしますけれども。ってことはこれあんまりこれ倍速でお送りしなくてもいけるんじゃないか、もしかしたら。これ途中でね、俺起きて、あのね、飽きてね、喋れなくなるんで、そういう時はね、いつもね、倍速してるんで、そう、大体倍速してる時は俺喋ってないんで、そう、そんな感じでね、見ていただければなと思います。はい。ということで、でもね、これね、倒してからがね、問題なんだよ。そっからね、城をどう落とすかっていうところが問題なんで、そうそう、二つの難関があるんだよ。まずはこのボス。そっからこのね、取り巻きをね、ちょっと倒しながらも、城を攻撃するみたいな、そんな感じでございますんで。さあ、ってことで、でもちょっとまずいかな。あー、よし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 。今のうちよ、今のうち。今のうち、今のうち、今のうち。よし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 。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。若干ちょっと胸痛くなってきてるけど大丈夫よ。もういい、もういい、もういい。もうこんなところでもう抱き寄せちゃダメよ。ダメ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 。もうガンガン行くよ。あ、なんかどんどんちょっと取り巻き来てるな。取り巻き来てるけど、でもドローンが出せるから、あともう少し、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 よし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 。まあでもギリギリね、城攻撃されたとしても、でもワンチャンいけんじゃないの、ここまで来たら。ね、次のノックバックで多分いけると思いたいので、よし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 。よしよしよし。お片付けが綺麗ですね、これが。さあ、ということで、もうね、大掃除の時期でございますけれどもね。さあ、ということで、そう、なんかね、やりたかったこともね、結構ね、たくさんあるんで、ちょっと、年明ける前にちょっといろいろ企画もね、やっとかないとかなって思うんでね、その辺もちょっと、やりますので、よし、オッケー、だいぶ綺麗だったね。よしよし、あとはもうぶち込むだけよ、ぶち込むだけよ、よし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 、さあ、倒れるところが見たい、倒れるところが見たいんだ、俺は。よしよし、あと何パーセントなんだろうね。その辺が見られればいいんだけど、ちょっと、咳込んできたけど。さあ、ということで、よし、オッケー、お掃除も完了でございますけども、でもこのポジションがだいぶ保ててるんだ。危ね、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 スロットがちょっと危なかったね。上スロットになってたから、危ない。あれ出したらもう今回の企画一瞬で終わるからね。もう本当にそれだけはちょっと避けたいところでございますけども。
さあということで、もう少し多分もう見えてくると思う、終わりが見えてくると思う。今回はもうこれで勝ちよ、もう絶対勝てると俺は信じる感ね、これは。あーくそ、ワニックの方吹っ飛ばしちゃったか。まあでも大丈夫か、このラインならまだ大丈夫かな。さあでもドローンの方も結構本当にね、生産できてるところが結構ね、本当にねいいなという感じでございます。これがないと結構難しいかな、多分ドローンいなかったらちょっと今回の企画は多分もう今頃多分終わってるんじゃないのかなっていうところでございます。おお、いった、いった、きた、きた、きたぞ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 、ついに、まず第一の目標ですね、ボスの、狂乱の猫の方を突破しました。いや、めちゃくちゃなんか今アドレナインがもうバン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 出てね、頭真っ白になってるんだけど、さあこっからが問題なのよ。こっからいかに城を攻撃してクリアまで持ち込むかって、そこが多分一番時間かかるとは思うんで、とりあえず、頑張ってきます。あー、ここで来たか、ここで看板娘が来ましたね。よし、 OKOKOK、 よしよし、こっからだぞ、こっから俺のターンだぞ。よし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 、この残り33万をどういくか。あとはね、ドローンがうまく攻撃がね入れば、だいぶね、あれ結構一撃でかいんで、まああとはもうゴロニャンとかで、もうひたすらちょっとこうやって地道にとりあえずこんな感じでね、やっていけば、まあもしかしたら見えてくる。あーやばい、このポジションはちょっとまずいかな。あー、はい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 、よし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 、とりあえず OK、 とりあえず30万切ったんで、あともう少し頑張りましょう。さあということで、これでどうだ、多分これでいけるんじゃないですか。よっしゃ来たよっしゃ来た、一面何もない、これ美しい光景だよね。いやー来た、よかったね、これで年越せるわ。はい、ということで今回はですね、とりあえずちょっとやりたかったことが達成できてよかったと思います。ということで狂乱の猫の方ですね、一度きりしか攻撃できない、キャラクターたちの編成の方でですね、とりあえず挑戦いたしました。まあとりあえず、クリアできたのでよかったと思います。いやー本当にリベンジが果たせましたよ。はい、ということでこれがちょっとね動画に収められたのが本当に嬉しいなと思うんでね、もうなんか食堂へのことはもうね気にせずにねやれたのでよかったなと思います。まあこれで死んでしまってもまあ悔いはないのかなと思うんで、一遍の悔いなしということで、まあこんな感じで今回動画は終わりにしようかなと思います。ということで今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね